山梨県の山梨市というところから参りましたここがいいですかね雨宮貴子と申しまし、えー、と今日はね、えー、ゲストに選んでいただきまして、えー、水戸緑クランバサダーそして瀬戸クランバサダー村山和子 W 大沼本当にどうもありがとうございます、えーっと。頑張って話していきたいと思います。で、えー、っと私のね水と空気と栄養という話を聞いたことがない方ちょっと手を挙げていただけますか あ、すごいですね。はい、わかりました。じゃあ、あの、最初に簡単に自己紹介をさせていただきながら、全部話したいと思いますけれども、あの特徴は早いです。 早いのでもしかしてメモが間に合わないかもしれませんけれどもなんとなく感じで分かっていただいたらいいかなと思いますねでね、えっ、ー、と今日今 SIP の話がありましたけれども皆さんね関係ないなと思う方って顔がよくわかるんですよねでもね皆さん全員関係がありますそのために今日のセミナーなんだと思うんですよね今日セミナーで本気になって9月から100万点をずっとクオリファ,リスオリファイするということはそんなに難しいことではないのでぜひね皆さんここからがしっかり聞いてあの今日の プロダクツはあのこのコーナーだけなので、しっかり聞いて、えー、っと次の方に伝えていったらいいと思います。で、えー、っと自己紹介なんですが、今お話がありましたが、えー、っと江東区にね。1校だけ女子校があるんですね。私立の女子校がねで、そこで8年教師をいたしましてで、その時にクイーンクックとやと出会うわけですね。 クイークックと出会って、このお鍋がものすごいお鍋だということが分かりまして、これは未来の母を作る女子校の調理室には置かないといけないって思いましてね。で、あ理事長先生にお願いしたんですね。で、これはなぜかと言いますと、無水調理器具というのは、アメリカの国民を救ったと言われる、 調理器具なんですね1960年後半から70年前,あの前半ですね、えー、と40代50代の働き盛りの方たちが生活習慣病で、まあ、当時成人病ですねどんどん倒れていったわけですよねそしてこれは困ったとにかく国の財産である働き盛りの方たちが病気になっていくということで,で、えー、上院のねいわゆる国会議員ですね議員の方たちが立ち上がって調査を始めるわけです国を挙げて。でそのの時に専門家の方たち いろんな専門家の方たちがいろんな分野でその原因を追求して対策を講じましたでその一つに無水調理器具の見直しというでしょうかねがあったんですよねで、えー、いわゆるその料理をする時に健康になるための調理器具ということで再開発されてアムエが発売したという感じですかね1977年の「マクガバンレポート」というのに書いてありますのでよかったらご覧ください。でそれを聞いてものすごい感動しましまね ででで調調理理室に置こうと思ったんすすが10台調理台が台あるわけですねそうするとね、えー、10セット買わないといけないですから140万ぐらいになるわけですよね理事長先生に「140万買ってください」って言ったらね1年目はあえなく却下されたんですよね高いですからで私はどうしたかというと200ページぐらいのレポートを書きましてで、えー、予算委員の先生方に根回しを始めるわけですね1年間かけてで翌年買ってもらいました。 買ってもらってどうなったかというと残念ながら水なしのほうれん草は教科書には載ってないんですよね水なしでほうれん草を茹でることができませんどうしたかというと水でいっぱいで茹でるんですけれどもでもね高熱費が異常に安くなりますので、えー、調理室のガスの本管の元栓を半分に工事してもらったんですねですから彼女たちが使っていたのは強火だったと思ったのが中火です中火だと思っていたのが弱火だったということなんですねで、えー、1300人も女子がいる 女子校なんですよねちなみに皆さんね1,300人もいるとねものすごい人数でここ,ここ500人ぐらいでしょこの1.5倍弱いるってことですよね全員高校3年生あのちなみにねあの女子校に勤めてる男の先生はね目と鼻と口と耳がついてるとね目と鼻と耳と口もついてるとですねあの結婚できるっていうね。 大丈夫ですかはいい,いいですね。ということで、えー、まあそのぐらい女子が多いわけでね月曜日の1時間目から金曜日の6時間目までずーっと調理実習なんですよ。わかりますよね。ですから、えー、お昼ごはんを食べた生徒たちは56時間目また食べに料理料理を作るという感じなんですけどもです。で、えー 大体ね月曜日の1時間目皆さんの朝から朝9時前ぐらいからですかね夕方3時半4時近くぐらいまで皆さんのうちの3つのガスコンロがずっとついてたと思ってくださいずっとですよそれが10件ってなると年間のガス代は600万ぐらいかかるんですねところが翌年ガスの本館の元線半分にしてもらいましたので翌年のガス代は300万を切ることになるわけです わかりますか140万リーチ先生は投資をして160万浮いたということなんですよね皆さん今日お越しの方でクイーンクックウェアを迷っておられる方はすごくもったいないということですあの私は27歳の時に買って、えー、毎月1800円のクレジットを組んだんですが結局全く自分のお金を1円も出さずに浮いたお金で買っちゃってでずっと浮き続けているということなんですよね とということなので皆さんの「得になる」だけの話ではなくてね昨日は「キャンドルナイト」といって8時から10時まで東京タワーが電気が消えましたよね。このままでは地球温暖化が問題になるということでシロ、えー、クマがね住めなくなってしまうと北極でね氷がなくなって。ということで「えー、キャンドルナイト」というねあの電気を照照明あの消すというねあのイベントがありましたけれども皆さんのお家でクインククエアを使うとね 100人使うとあるいは1万人使うと10万人使うとそれだけガス代が安くなるということは地球温暖化に食い止めが えー、かなりかかるということになるわけですよねですから皆さんね是非迷っておられる方はすぐ使ってで、えー、お友達にどんどん話していただいたらいいんじゃないかと思いますねでまあいいでしょうねでその後、えー、有機野菜の宅配の会社を作りました化学物質の専門家だと思ってくださって結構ですで有機野菜の宅配の会社だけですとね残念ながらあの会社として成り立ちにくいんですね、えー、材料費がかかるのに値段は安く抑えたいためにそれでアパレルメーカーを作りましてでそれがうまくいってたんですけれどもうまくいけばよく ほど、会社というのはどんどんお金が必要になってまいります。で、いつまで続くんだろうなと思って嫌になっちゃって。今はアムウ本業ということなんですね。で、これが簡単なプロフィールなんですが、私のもう一つのあのー、紹介はね。元デブなんですね。身長152センチしかないのに、最大で68キロもあったんですね。で、これね。皆さん想像つかないと思いますけどもどんな感じかと言いますと、手首のこの骨ありますよね。これがねエクボです。 わかかりますかね出ないでよく見るんだってねこ今日ね、ね実際に本当の証明する写真を持ってきたカメラさん映せますすごいでしょこれ横伸ばししてるわけではありません、これね22歳の時の写真なんですが68キロですなお分かりですかね、これ大丈夫ですか、見ましたね。ででも私の場合はあのなんとね生まれた時からね超デブだったんですね。 DNA の中にデブというね肥満という情報が組み込まれていたタイプですで3歳の時3歳児の時の写真は今日持ってきてまいりませんでしたけれどもこれって首がない大人って分かりますかね首がないですよねでもよく見ると5ミリぐらいあるんですよねところが3歳児の時の写真はね首が全く見えてないんですね 顔が肩に埋もれてるっていう感じわかりますかね生まれた時からずっと太ってたんですねで今日は皆さん痩せましょうという話ではなくて皆さんのお友達にもいませんか生まれつきアトピーとか生まれつき喘息いわゆる生まれつきというのは DNA の中にマイナスの情報がバッチリ組み込まれているというタイプですでも、えー、この生まれつきの DNA もねあの少ないあ,あのマイナスがね少ない人もいるんですねそういう方は50 60になるとあ僕も こういう家系だったということを思い出すんですよね例えばマイナスな dna が顔を覗かす時代がま40 50ですがうちはがんの家系だったとかね高血圧の家系だったそういえばそういえばあの糖尿病の家系だったとかねそういえば、えー、デブの家系だったとかねいろいろありますよねということでね、えー、皆さんねあの DNA の中には必ずマイナス量が入っているんですがところが、まあ、今の私を見ていただければ分かりますけれどもきちんとした生活習慣を心がけるとこのマイナスな DNA は一生顔のさな,なくても OK ですよということが来ますよということを皆さんにお伝えしたいということなんですねお分かりですかねですのでぜひね、えー、今日の話はただ痩せるだけではなくって病気にならない健康的な生活を心がけるという、ね、ことになると思います。ではこの後どううしたかというとい 私はものすごいダイエットに励むんですね。で、ダイエットに20回ぐらいチャレンジしてます。ですのでね。ダイエットにかかったお金がね300万ぐらいかかってますね。すごい金額ですよね。マイクロダイエットとかでありますでしょ？3ヶ月で50万かかったりしますよね。でね。すごくチャレンジするんですよね。絶対今回は痩せるぞと思ってチャレンジするんですが、3ヶ月で3キロ痩せるんですが、翌3ヶ月後6キロ太ってるんですね。わかりますよね。2キロ痩せては5キロ太り3キロ痩せては？ 8 68キロ太りりみたいななことを繰り返して68キロになりましてにまで結局どうなったかっていうとね何度もダイエットを繰り返しますとねあの自分の体がおかしくなるんですよねビスケット1 1枚食べても1キロ太る体になったりしますですから皆さん痩せたい方はね絶対1回で決断してくださいねって感じなんですけどねなんですで、えー、そのうちどうなったかさらにどうなったかといいますと健康のバロメーターが黄色信号がやってきますね 黄色信号は何かと言いますと物もらいが右にできて治っては左にできてまた右にできてまた左また左また右って感じですかねあの誰からもらったかわからないんですけど物、ね、もらいができるっていうのは健康のバルメーターの黄色信号ですあるいは口内炎が疲れてくると必ずできるこれも健康のバルメーターの黄色信号です夜寝ていた時に朝あの足がむくむとかねあるいは足がつるとか翌朝よく寝たのに疲れが治ってないとか手足がしびれるとか なんだか頭が痛くなるとかこれは健康のバロメーターの黄色信号です皆さんでも赤信号という人もいますよもちろん赤信号は何かというと血液検査をした時のいわゆる血液検査のチェックありますよね2箇所チェック3箇所チェックってありますよね皆さんが血液検査をした時にあのコレステロールとかってありますよねでもね私たち日本人は赤信号をみんなで渡れば怖くないっていう国民なんですよねだからね皆さん健,健康診断あっ 2個もある。 ってなったとしますよねこれはまずいなと思って同僚みんな見せてもらうとね「えお前3つえ君は4つ?」「やったよかった」と思うんですけどねそれ全然良くないですよ。あの比べてるだけでねその方が良くないもう要するに血液があのチェックが入ってるとねいつ血管切れてもおかしくないという時ですからねこれは健康のバロメーターの赤信号ですですので黄色のうちにととかかかかすすすればお金もかからなないしすぐ何とかなります赤の時に初めて腰を上げたらやっぱり時間はかかるんですね。でも赤 かでも腰を上げない人はこれは困りますねということなんですよねですから皆さん黄色のうちに何とかしてくださいで,で私もこのダイエット結局20回失敗してやめましたでやめてあの体質を変えることを試みたんですねそれはなぜ,なぜかと言いますときっかけが手の皮が全部剥けちゃったんですでね今で言うとアレルギーって言われてると思うんですが当時20年くらい前の話ですからね病名がね独身だったにもかかわらず主婦失神という病名なんですよね でね「えっ!」とか言いながらあのステロイドを塗って毎晩あの手袋をして寝るという感じだったんですね。これで私はもうダイエットをやめてとにかく体質を変えようというふうに考えたんですね。でどうしたかというと体質を変えるっていうふうに言ったらばクイーンクックがいいわよということでクイーンクックを買ったわけですね。で真面目にに使いまししたた一人暮らしだったのに 何度重ねをして料理をしたかって感じですけどねしましたそして7年経った時に51キロ体脂肪28%になるんですねこれが2枚目の写真です映りますかねこれ2枚目見えますか見えますか見えますかね首ができたの分かりますよねでもよく見るとね腕がね前足なんですねいわゆる太い いいですね、これは2枚目ですね。で、えー、今日はこのこあと1年後にしたことを皆さんにお話したいんですが最終的には体重4 4キロの体脂肪 17%35 歳です、これが最後の写真ですね、4 4キロです。でね、この時のスカートが見つかったんですけどもウエストがね、5 4ンチのスカートでしたね。びっくりでしょ、あのデブだった私はどこ行ったのみたいな。 で今は出産を経て4 7キロぐらいですかね、えー、体脂肪も20%ぐらいですね19%になったりすることもありますがそれが現状だということですで今日はこの1年でやったことを皆さんにぜひ、えー、積極的にされていただきたいと思って今日参りましたがじゃあその前にですね実際に今の日本の現状を遠くの方が見れるためにね太いマジックで書こうと思うんですがちょっとよく落ちませんね。 大丈夫ですね、はい、日本の現状をちょっと話していきたいと思いますが、えー、とシーンナンバー3、3大シーンというのがありますよね1位はダントツがんです今胃がんが1位ですね大腸がんが抜く勢いですがこれで30%の方が亡くなりますで2位が心臓の周りの血管が詰まる病気ですね心臓血管疾患といいますでこれが 約15%ですねで心臓の周りの血管いわゆる心臓を動かしている血管冠動脈と言いますがそれが詰まると心臓を動かすためのエネルギーが来なくなるので心臓が止まって死んでしまうという病気ですねこれで、えー、15%の方ですね3位はその血管が詰まるのが脳で行われるのが脳血管疾患といって大体14%ですねでうにこれで60%の方が亡くなるんですね 細胞の病気で3 3割割血液が詰まる病気で3割ですですからこの会場の3分の1ですからどんな感じですかねここぐらいですかねこのぐらいの方から皆様方向かってあのさっき歌聞こえたあちら側ですね方たちは全員これで死ぬってことなんですね。 でここから反対側の方たちは違う病気で死ぬということなんですね非常に量が量がというかね多いですよね確率が高いですところが日本という国は非常に長寿の国ですよね女性は85歳男性78歳まで生きることができますでもこれは命を落とす、まあ、年齢なんですよねところが日本人っていうのはね健康を害する年齢がかなり若いです いいいわゆる寝たきりの人が多いとということなんですね去年の4月に厚生省が発表しました男性が、ね、あの死ぬ前に何年平均で寝るか寝たきりですよなんと5.1年です5.1年あのねこれはぽっくり死ぬ人も頭数に入っていますので。 寝たきりの人だけの平均なのではなくて日本人の平全く寝てない人方も頭に入ってますから頭数に入ってますから非常に長いんですね女性の方はなんと8.9年ですでねこの間ね寝たきりってことはねおむつってことなんですね誰かに取り替えてもらってる年数がこんなに長いってことなんですね かかりですかねこれ60歳から 90, 90代の方たち大体、まあまあ、50代の方もいますがこんな感じですねでもねこの方たちねまさかまさかこんななると思ってないですよね、えっと、今日会場が広いんですけども二十、えっと、歳の方いら,いらっしゃいますか二十歳の方あ後ろにいらっしゃいましたスタッフの方が聞いていいですか聞きますねじゃあ「○か×か」にしてくださいねえっと二十歳の彼は彼ですよね 40歳になると思ってないですよね、うんって言ってますそうですよね、20歳で40歳になると思ったら変な20歳ですけどね、要するに、20年後のことなんて考えられないってことですよ、わかりますかね、この方たちですよ、まさにこの寝たきりの方たちは、20年前、自分がおむつになるなんて、1ミリも思ってないってことなんですよね。 ここを皆さんよく考えてほしいということです。今日皆さんが今日ですよ今日とかねタイムマシンに乗って60歳とか90歳にいたときに、皆さんはおむつにならない自信がどこまでありますかってことなんですよね。わかりますかね？今日今日までの皆さんの体は昨日まで食べたものでできています。で今日から食べるもので皆さんの未来ができるということをしっかりわかっていただきたいと思うんですよね。 分かかですか今日のサブタイトルはおむつにになならないために大丈夫ですかねおむつと全然無関係の方ばっかり聞きますがこれ分かりませんからということでおむつにならならいためにですねじゃあおむつにならないためにということで今皆さんの体重が身長に見合う体重なのかどうか皆さんの体がおむつになるのかならないのかっていうことをね計算で出すことができます。これを bmi と言いますね 22という数字が最も病気になりにくいという数字ですじゃあどういう数かといいますといきますねこれは15歳ぐらい1 6十五歳十六歳ぐらいの方から、えー、と死ぬまでの方までね皆さん適合しますのでぜひこれはメモしてください皆さんの嘘偽りない本当の体重ですねこれね体重をメートルに直した身長で2回割ってくださいで 出た答えが二十二だと、みな皆さんは、最も病気になりにくいです。最もおむつに遠いです。で、逆算すると、皆さんの、えー、理想体重が出ますね。二十二に、メートルに直した身長二回かけますと、皆さんの理想体重が出てまいります。これ大丈夫ですかね。で、この体重を計算するとね、意外とね、重いんですよ、重め。 でも大事なのは体重だけではなくて体脂肪率ですね。あ、そうかこんなにいっぱいたくさん大きく書か,かなくてもカメラがあるんですね。じゃあ大丈夫だ。すごいなんかねホワイトボードが汚くなっちゃってまあいいでしょうね。そんなことはどうでもいいでしょうね。はい。体脂肪率ですね。体脂肪率。体脂肪率は無条件で男性の方は15%から20%の範囲内が理想です。 で女性の方は20%から25%が理想の範囲内ですね。でね軽井沢までね勉強しにくるような皆さんですから是非この基準値の厳しい方ですこれを皆さんの目標にしていただいたらいいと思いますね。この2つのデータがしっかり合うと皆さんは、えー、最も病気になりにくいという数字になります。じゃあ実際に実例を挙げてちょっと見てみましょうかね。 ノートの左側に皆さんの自分の体重と体脂肪率ですねそして右側に目標書いていただくとい,いですね今日は実例で A 子さんという30歳の女性に、えー、で書いていきたいと思いますがこの方ね中肉中性なんですね体重測ったら5 0キロでしたところが体脂肪測ったらねなんと体の3分の1が脂肪これ危険ですよこの方このままいくとメタボリックになりやすいですね危険です で A、子さんは5 0キロで30%ですが A 子さんの目標体重を身長で A 子さんの場合計算したんですね皆さんもおうに帰ったら計算してくださいあるいは今日の夜計算してみてくださいねでこう計算したら A 子さんなんと理想体重が5 0キロだったんですよ変わらずところが体脂肪率は20%です5分の1ですねでこれ5 0キロのままで30から20にするにはどうしたらいいかというと どうしたらいいんでしょうかねってことなんですがこれ簡単なんですね皆さんはぜひ習慣づけてください体重を測って体脂肪率が出たら実際に皆さんの体には何キロ脂肪があるのか計算してみてください5さんこの方15キロ脂肪を持っていることになりますよね理想的なのは5に10キロですってことは5キロ減らす必要がありますね何をかっていうと脂肪です5キロ脂肪を減らす必要がありますわかります そしたら、5kg 体重が減るということになりますからなんと5キロ減ってしまうとね、体重は4 5キロになっちゃうんですね。これ 45kg になるとダメなんですね。理想体重はあくまで5 0キロです。ですので何かを足す必要があります。それが筋肉です。筋肉ですね。筋肉を足して脂肪を減らす。これが大事だということです。なぜかと言いますと脂肪はね大変なね。 あのことになるんですね例えば体脂肪が多いとねそれだけで病気になってしまいますねなんと体脂肪というのは血中の悪玉コレステロールや血中の中性脂肪を増やすホルモンが出やすくなりますってことは体脂肪が多い方はそれだけでメタボリックになりやすいということですねでもう一つ怖いのがありますね脂肪をたくさん持っておられる方はなんと血中のインシュリンを出さなくしてしまうホルモンも出やすいです すなわち糖尿病になりやすいですメタボリックになりやすく糖尿病になりやすいのが体脂肪が多い方なんですねですのでこのままいくと大変なことになっちゃいますから皆さん脂肪減らしてくださいねそしてもっと怖いのがですよ怖いんですね皆さん筋肉をたくさん持っている方と脂肪をたくさん持っている方が同じことをするとどういうことが起こるかというとね違うことが起こるんですよ何をするかというと食事です 日に3回食べますね私たちは日に3回食べるのに脂肪をたくさん持っている方が食事をするとなんとまた脂肪になるんですね。わっ,って感じでしょところが、うん、筋肉をたくさん持っている方が食事をするとエネルギーになります。これかかりますす大丈夫ですよね <laughs> ということでねぜひ皆さんねとにかく体重はそんなに一喜一憂することなくて体脂肪が問題です。 し皆さんの体に何キロの脂肪があるかが一番問題だということなんですねですのでぜひねこれは、えー、毎日体脂肪と体重を測っていただきたいと思うんですねでもねでも皆さん A 子さん同じ体重で体脂肪がこれだけ減ったんですけども見た目どうなったかって言ったら別人になりましたなぜかと言いますとね脂肪2キロというかさこのぐらいあります直径1 5ンチの丸田んぼ長さ3 0ンチ これが脂肪2キロです女の方なんてよく言いますよね「2キロ太っちゃってさ」とか言って結構言いますよねこんな太いものがどこについたんですかねお腹の周りとかですかね結構いっぱいついているっていうことですよねで A 子さんはなんとこのこの丸田んぼが2本半も体から消えたんですよかなり細くなるの分かりますよねじゃあ筋肉2キロってどのぐらいかというとなんと片手の拳1個ですこの手首から上が筋肉2キロです A 子さんはこれが2個半くっついて脂肪が2本半これが丸田んぼが2本半減りましたから同じ体重なのに見た目が全然違うっていうの分かりますか ってことなんですね。ですので問題は体重ではなくて体脂肪ですあの脂,肪の脂肪の量なんですよねここを気をつけてください今もね夏ですからダイエットに励むとか言っていい人いますけどね1ヶ月で10キロ痩せましたとか言うとね確実にリバウンドしますそれはなぜかと言いますと脂肪というのは燃えるサイクルができるのになんと3ヶ月かかります3ヶ月です ですから1ヶ月で痩せるイコール脂肪を減らさないで筋肉を減らすということですですよねわかりますか1ヶ月もうひもじいを申して何を食べないで10キロも痩せたんですよねやった目標になってこれから食べれるぞと思って食べたとすると筋肉が10キロ落ちて脂肪はそのままですからね確実にまた太るこれをリバウンドと言いますってことなんですねですから本当に健康的に痩せたいと思うならば時間をかけて 筋肉ののもになるものをしっかり食べなさいといととうことですね食べて痩せなさいというのは大福やシュークリームを食べなさいということではなくて筋肉の原料になるものを食べなさいということなんですよねお分かりですかねこれをずっと続けると二度と太らない体になりますし最もおむつから遠のくということ分かりますよね。ということでこの原理分かっていいいいたたただら次に進みたいと思いますねじゃあ筋肉がなぜたくさんあるといいかっていうと皆さんの新陳代謝というのが上がるんですね筋肉は。 基礎代謝が,上がりますので代謝が上が上るんですねですのでしっかり筋肉をつける必要があるんですがでも筋肉をつけるのと同時進行でやるといいというのが水でです2リットル毎日飲んんください皆さい皆水はどんどん飲んでどんどん出す入れて出す入れて出すいいものを入れて悪いものを出すこれを新陳代謝と言います。 どんどん飲むとね、細胞レベルでもどんどん,どん,どん変わっていくんですねですので皆さん最低でも 2, 2リットルは飲んでくださいこれはなぜなのかと言いますと皆さんの体は7割水って知ってますか知ってますよね知ってますよね。でもね実際何キロあるかあのたあの重さを測ったことがある方って少ないですよね男性だったら体重聞いてもいいですかねいいい、ですかはい、何キロですか 7 6キ,キロの彼はどのぐらいあるかというと7151リットルぐらい水が体の中に入っていることですよねそういうことですね5 0キロの女性の方は35リットル入ってますね仮に9 0キロの方がいたとするといますねまあいいでしょうねいたとするといたとすると9 0キロの方は七九63リットルですこれどのぐらいの水かというとね今日お洗濯してきた方いらっしゃいますかね洗濯機一杯分です。 約三十リットルから六十五リットルが洗濯機一杯分なんですね。で、洗濯機一杯分のから水が体の中に入ってるんですが、じゃあ今朝飲んだお水、今頃どこにあるか知ってます？さっきトイレで流した。それはね、四十五日前の水です。一ヶ月半前に飲んだ水がさっきトイレで流れました。じゃあ今朝飲んだ水はっていうと、体の中の水分になっているということなんですね。皆さんの体は。 体を、ね、風呂桶だと思ってくださいこれ風呂桶ですよはい6分目まで水が入っていまして新しい水が入りますそうすると体の中の中水分が増えますよねそうするとね脳から指令がいくんですよやった新しい水が入ったから古い水出せって指令がいくんですね古い水はさっきまで赤い水だったいわゆる血液ですそれが腎臓でろ過されてよかったね老廃物外に出ましたよということで老廃物と水がいわゆる尿ということなんですね。 です,ですからたくさん飲んでたくさん出すと老廃物がたくさん出るということなんですねお分かりですかじゃあ飲んだ水皆さんが今朝飲んだ水はどこへ行っちゃったかっていうとどこもいろんなところに行ってるんですけどね、まあ、分かりやすいように指先の先端に行ったと思ってください。指先の先のの端ではどんなここととが起こっているかいうと私たちの 指先ほっぺいろんなところで細胞が大活躍ですよね60兆個ありますこの60兆個ある細胞のすぐ隣に動脈があってすぐ隣に静脈があるんですねこれ毛細血管でもどこでも必ず行ってくるという原理がありますから動脈と静脈ですね静脈には血液何が入っているかちょいうと水分や栄養分やそして酸素これが細胞にじわーっと浸透していくんですねこれ新しい水ですよ そしたらばもともと細胞の中にあった古い水が静脈の方に水分と老廃物ということで出ますで静脈とリンパ管というのは隣接してあっち行ったりこっち,っ,たりあっち行ったりこっち行ったりしながら老廃物を体の外に出してくれるという役割を持っているわけですねこれ大丈夫ですかね分かりですかねそしたらば分かりますかこの老廃物がずっときて腎臓で老化されるということになるわけですね なのででもねどうやってこれ入ったり出たりするかというといわゆる浸透するという形なんですね浸透圧で出たり入ったりしますよねでこの時にね水を大量に飲んでむ,む,むくむ方はミネラル不足をまず疑っていただいたらいいと思いますね大量に飲むとなんだかむくむのような、まあ、腎臓が悪い方もいらっしゃいますけどもまあミネラルを取っていただくとあらなくなったわっていう方は多かったりしますよね 大丈夫ですかねそしてで、じゃあ、こっち戻りますよね、喉が渇くという現象はどういう現象かというとね、血液が濃くなった現象なんですよ、血液が濃くなったから、ドロドロになるとこもあるから、水入れてっていうのが、喉が渇いたというじょ状態なんですね。で喉が渇いたときに、皆さん、何飲みますかジュース、ジュース飲むとね、また喉乾が渇くんですね。 なぜならばジュース糖分がたくさん入っているジュースは血液を薄めるどころか濃くしてしまうというねもう薄めてって言ったじゃないみたいな感じですよねじゃあどんなものを飲むのが一番いいかっていうと酸素がが入った生のお水が一番いいですですから水2リットルの中にはは沸騰させたコーヒーヒや紅茶は入れない方がいいがです飲んではいけないのではなくて生のお水酸素がたくさん入った。 お水を、酸素が普通にですよ、普通に入った、えー、自然のお水が一番いいということなんですね。大丈夫ですかね。で、喉が渇いても水を飲まないとね、どうなるかというと、さらに喉が渇くんですね。 はいこれでね体の中の1%の水がなくなると私たちは激しく喉が渇きますこのままだと困るから水絶対入れてくださいっていう信号が出るんですがそれでもそのままにしときますとね体の5%の水がなくなると確実に気を失います。 熱中症や熱射病なんかこれですねそしてそのままこれ脱水症状ですもんこの,この状態がそのまま10%近くの水がなくなると私たちはあの世に行ってしまうということで死んでしまうんですねですのでたかが水なんですがされど水だということですしっかりと皆さんは水を飲んでくださいで特に夏は汗として出てしまいますよねで汗は老廃物も出しますがほとんど体温調節のために夏は汗をかきます でですので、えー、どっちかというとさらっとしたベタベタしない汗が理想的な汗なんですけれどもあのその、ね、汗ばっかり出ると、ね、老廃物が、ね、尿から出にくいんですね。ですのでぜひ汗をかいてもトイレに行くぐらいの量をぜひ水を飲んでいただきたいと思います。ということですねお分かりですか。なので毎日毎日2リットルでは足りない方たちたくさんいらっしゃいますからねたくさん飲んでいただくといいんですがでもね大量に一気に飲むのは良くないです。 あるいは冷たいお水も良くないですなぜかというと冷たい水は喉に心地がいいだけなんですね胃はね、いい迷惑って感じですね温めないといけないのに、みたいな分かりますか温めないとお腹壊すからねっていうことで温めながら腸に運びますので結構ね、エネルギーがいるんですねですから夏暑い時でも常温のお水が美味しいと思える習慣をつけていただくのが一番いいですね 氷を入れれななければ飲,、ま、飲めないこれは体を酷使していることになるからぜひ醸の,の水を飲んでください。というふうに水を飲んだ方がいいよって言ってるのに「ええー、私水いらない?」とかいうこといません威張ってんのしかもそれでね朝飲んだら飲まないよずっと一日だから浄水器の話しても無駄とか言っちゃってねでおしっこもいかないもんとかそんな威張ってる場合じゃないんですねなぜかというとねなのにトイレに行かないと老廃物が出ていかないんですね。 僕たちのご主人様いつ水入れてくれるんだろうねあ出たい出たいって老い物が待ってるんですよねでも待ってても出れないか水が入ってこないってって言ったらどうなるか分かりますかまたまた元に戻るしかないって分かりますかね非常に怖いですよねですのでこれをずっと続けるとね続けるとまあよくないですねですのでたくさんの水を飲んでいただいて一気に飲むのではなくて少しずつ少しずつ飲んでくださいでも喉が渇く前に飲むのが一番理想的ですここ大丈夫ですかねはい でね、えー、先ほどねちょっと話をちょっと水の方に行ってしまったのですが皆さん、毎日ね体脂肪計に乗ってくださいねお水も毎日たくさん飲んでいただきたいんですが体脂肪計に毎日乗ってください、はい、で乗るという表現をしましたが体脂肪計は手で測れるものはね正確には測れません上半身だけですから。 ですので必ず乗るタイプの体脂肪計を用意していただいて裸足で乗りますよねでそうすると電気信号が右足から入って左足に抜けてもかもか右足に来るその速さで皆さんの体の中の体脂肪の量を測るんですねなんですだから乗るタイプの体脂肪計を用意してくださいで最近ねこれから用意しようと思う方は最近は乗った上に手でこう両手で測るものがありますよね これれもっと正確に測れるんですね右手が腹から入って右足に抜けたり右手にから左手に抜けたり左足に抜けたりそれが4点出てきますのでなんと全部いろいろ出るんですよね自分の身長とね自分の実年齢入れるとね肉体年齢って出るの知ってますすごいですようちの主人はね一緒に来てますけどね41歳なんですけどねなんと肉体年齢26歳すごいでしょびっくりしましたね初めて測った時ね でね一緒に住んでいる主人の父は76なんですけどね今でもぶどう一生懸命作ってますがえっ、ー、とね肉体年齢四41びっくりでしょ、でねこの体脂肪計絶対壊れてると思ったんですけどねでもあの37歳の方が乗ったら42歳って出てましたからね壊れてなかったんですけどねでそれを見た一緒に住んでいる主人の母でですすねこれまま一緒に住んでますが母がね私も測るって測ったんですね67歳ななんんんでですすけどなんと61と出たんですねそしたら落ち込んでましたね。 お母さん6歳も若いからそこは落ち込むとこじゃないんですよ」って言うんですかね自分の旦那は30も若くて自分の息子は20も若いのに自分は6歳だけですからね皆さん人間は環境の生き物ですから皆さんはどの環境に身を置くかってとっても大事ってことですよね。 人生変わっちゃうぐらいです環境はね。<laughs> ということで、えー、ぜひね毎日測ってください。で毎日測るのにいつ測れるのがいいかっていうといつでもいいです朝昼夜いつでもいいですから皆さんが毎日同じ条件で毎日測れる時間を決めていただいて同じ条件で測ってくださいちなみに朝昼晩3回測りますとね3回ともデータが違います。 でそのだ3回ともデータが違うのはお宅の体脂肪計かなり成功にできてますということですのであの変わりやすいんですよねですから毎日同じ条件で測ってくださいそれだけで増えなくなったりしますなぜかというとねあ1%増えちゃったとか言ったら、ね、エレベーター行かないで階段行ったりしますからねなんですよねそれが人間の心理ですからね是非毎日で体脂肪計をお持ちでない方お持ちでない方ねい,いらっしゃいますよねお持ちでない方どうしたらいいかというとね買ってください はい買わないとねあの買うかおむつを選ぶかまあ、どっちでもいいですけれどもということで毎日2リットル飲みながら、えー、ぜひねあのたくさんのトイレに行ってくださいでねダイエットを試みるときに食べ物で何とかしようとすると体の3分の1の影響力なんですねところがお水は3分の2の影響力と考えていただいたらいいと思いますね私は7年かかってこっちがあの少なくなりましたが1年で激変したのはこちらもしっかりと、えー、毎日ね 前向きに対応していたからととうことですねですのでお水は欠かせませんねじゃあ皆さん今日初めてまあ一泊セミナーに来てらっしゃいますから e スプリング浄水器をお持ちの方ばっかりだと思いますけれども、えー、と他社の浄水器をもしお持ちの方は是非ね e スプリング浄水器に変えてくださいでこれはなぜかといいますとね水というのは何が怖いかっていうとね特に水道水です、まあ、水道水にしてもそうですし一部のペットボトルもそうですが化学物質が怖いんですあのねえー、といわゆるもとか カビとかありますよね。それを自然毒という風に言ったりしますけども、これ、ね、あんまり怖くないです。あの、非常に致死量の高いね。サーズ菌です。とかね。あのー、まあ、そういう特別な菌は怖いです。けれども、服の菌とかえ服、ー、の毒とかね。きのこの毒とかカビとかもとかそんなのがあってもね。致死量でなければお腹を壊して終わりですよね。 むしろ彼らから見たらね人間の方が後から生まれてきたんだよって話なわけですね自然毒と人間は毒と言ってますけどね向こうから見たら生きていくために大事なんだよってことなんですね人間の方が後で生まれていますですから共存共栄できてるようになってるんですねすなわち自然毒は水にしか溶けないんですですので 必ずいいらないものは出ていきます汗やおしっこやいろんなものの形で出ていくんですねところがカガブイック物質が怖いのは水に溶けますですからもちろん水道水の中にも入っている危険性がありますがもう一つ怖いのは油に溶けてしまうということなんですね。 この油に溶けるとどういうことが起こるかといいますと私たちの体は腸から非常に小さい吸収あの化学物質が吸収されますと血管に行きますね血管は血管壁血管はどんな健康な方もどんなに病気な方でも必ず脂肪があるんですね悪玉コレステル善玉コレステルありますよね血管壁にも油があるんですねそこに蓄積すると言われていますこれは重金属と同じような扱いになっているんですね である科学者の方はその血管にくっつくとや血管壁の脂肪のところにくっつくとなかなか外に出ないといいます。 でででですすすのの蓄積性の恐れがあるとということなんですね。ですから水道水今まで飲んでも大丈夫だった方がいいという方もいますよもちろん、もちろんこれからも大丈夫かもしれません。だけれども、蓄積性があるので今日までは大丈夫だったかもしれないという話なんですね。ですので、この化学物質については何についても本当に私たちは阻止する必要があるということです。では、じゃあ今水が汚いというふうに言われていますけれども本の写真を見せていただきたいと思いますがえと長野県の諏訪湖。 大丈夫かな。カカメラいいですか。出していただいて。ちょっと時間かかりそう。時間かかりそう。は <laughs> い大丈夫ですね。はい。えじゃあ一ページ目。あこれね長野県のスワコです。これが水が汚い見えませんかね。あ見えないかな。あ,あ映りました。あ次のページ行ってください。次のページ。あら違いましたね。あれ。次のページ。もが生えている長野県のスワコです。それはい。 これあ色がよく見えませんねこれもが空いてるの分かりますか皆さんこれね長野県の諏訪湖って感じですね汚れた水の代表ですねゴミが吹いてますよねこれはまあ飲む気しませんよねこれでも長野県の諏訪湖ですよじゃあ翌ページをお願いします次のページこれが埼玉県の風呂川です今日埼玉県からお越しの方もいらっしゃると思いますが埼玉県の風呂川はそれこれは何かと言いますと泡なんですね 泡泡です,泡ですよこれねどうしてこの泡が出るかというとちょっと思,思っててくださいねちょっと大変だと思いますがこの、えー、とどうしてこの泡が出るかというとね皆さんどんな洗剤を使いですかねまあもうほとんど皆さん雨の洗剤をお使いだと思いますけれども市販に売っている洗剤を使うとね日本人っていうのは泡がいっぱい立つと汚れが落ちたような気になるんですよ。そのののために干渉用の泡というのが入ってます あのね、汚れ落ちには全然ほとんど関係ないですね全然関係ないんだけども泡が立ってしまいますね。で、それが、えー、と洗濯機の中で黙々になるとねすすが時間がかかりますから遅れて消耗剤というのがあの効くようになってるんですね。これほども化学物質ですねそしてそれ洗濯機から流れていた時はバイバーイでもう終わりなんですけどねところがその川の水流れた水がですよ下水処理されるんですよ。 下水処理されたにもかかわらずまた川に流れるというがあの段差になってますよね段差のような物理的な力が加わるとまた泡が立つんですわかりますかねそしてこの化学物質の泡はなんと川で自然に戻るのに3年から5年かかると言われていますはいありがとうございましたということなんですよねで皆さんでねしかもね埼玉県はこの水をね6時間で飲み水にしないといけないんです 怖いでしょう。だから浄水場何とかしてっていうよりもあなたが流す水なんとかしてって感じがなんですよねあの洗濯機の中の,水だけあの洗剤だけではなくてね皆さんはどんなもので歯磨いてますかどんなもので髪の毛洗ってますかどんなもので顔洗ってそしてどんなもので体を洗ってますかね最終的にどんなものでトイレ洗ってますかアウェイのあれいいけどちょっと高いからとか言って,て市販の使ってたらねああなるんですよ。 かかりますアム、ね、への洗剤泡が立つものは、えー、試験管の中での実験ですが24時間以内に水と炭酸ガスに分解して自然に戻る力が早いんですね。 でですので私たちは本当に飲み水を考える前に自分で流す水を考えないといけないということなんですよね。ですのでまだ洗剤や全部の泡が立つものを全部取り替えてない方はこれを機に全部取り替えていただいたらいいと思うんですけどもぜひねそうしてくださいね。そしてじゃあ皆さん私は東京都から山梨県に2年前に引っ越したんですけどねこれは化学物質の、まあ、専門家ですから言わせていただきますけれどもいきますよ。これ川の周りりに田んぼや畑や畑畑果物畑がありますね、えー、隣はゴルフ場ですが ゴルフジャもありますよ、ね、で私たち皆さんのお水はこうやって浄水場に引き上げられてで私たちのお家に来ますよねこの間行きますね皆さんこの話よく知ってるからあんまり詳しくは言いませんけれども人参やほうれん草のえっ、ー、の除草剤を1としますね1という量とします果物畑はどのぐらい巻くかっていうとね9倍巻きます。何でかか知っっってていいますか皆さんになってくださいね桃と人参どっちが美味しい ってこと桃ですよねだからあの何倍も必要なわけですよねうちの家の隣はすぐ隣は桃畑です昨日の朝は洗濯物干せませんでしたなぜならば昨日の朝早くに「今日消毒をしますのでよろしくお願いします」って電話かかってくるんですねわかりますかね洗濯物干せないですよこちら側にはね。ってことですね子供もも外で遊ばせられないかなって感じですねこれが川に流れますねじゃあ田んぼは普通の畑の何倍かっていうと30倍まきます。 なぜかというと、流れていってしまうからですね。草ぼうぼうになっちゃうんですね。で、ゴルフ場は、あのグリーンを保つのに、さらに、その三十倍巻きます。で、これがこう流れてきますね。でも、ここはね、環境庁が何とかしてくれてますからね。別に、その、えー、非常に悪いことではないですね。これ、許されてることなんですね。でも、皆さん、一個だけ、メタン系の物質っていうのがね、あるんですね。これは、今や酸性雨の中にも入ってたりしますね。 でこれが流れますメタン系の物質だけでは人間の体に即何とか悪くなるということはないんですけれどもそのメタン系の物質がメタンちゃんと呼びましょうそれが塩素と出会ってしまうんですね塩素と出会ってしまうと何ができるかというとトリハロメタンというのができますこれは立ち遅れている日本の三大発願物質の一つですトリハロメタンダイオキシンアスベストですねこのトリハロメタンが結構ね 結構たくさん作られてるんですね、でねこれ、これもう特に皆さん、お友達がね、うちは沸騰させてお水を飲んでるから大丈夫という方いますね、沸騰させたらもっと怖いってデータ、いきますよ、これ、見えるかな、このグラフをアップにしていただけますか、あのね、動かしちゃダメですね、20度のこのぐらいの時ことき、昭和55年、大阪市水道局の調べです、昭和55年ですね、結構前ですよ、20度の時はこんなもんですね。 それがひとたびひとたび沸騰させると約4倍から9倍になります100度でねでそれを煮沸し続けるとなくなるんです30分間煮沸し続けると30分ですよだから30分煮沸し続ければありがとうございますいいんですけれどもシャンプー30分煮沸し続けるとねトリュフたメタンもなくなるんですけどねお湯もなくなるんですねだから何やってんのって話になっちゃうので意味がないぞっていうねガス代使って何やってんのってことですよね ってことなんです。しかもねこのトリアルメタン化学物質はね無味無臭のものが多いんです味がないのだからねお父さんってお茶にしましょうってピッておやかんピューってあの湯気が立ってるの止めますよね新茶いただいたので飲むわよとか言ってね一緒に飲むんですねおいしいねって言いながらトリアルメタンたっぷりの新茶なんですねわかりますか味がないですよトリアルメタンって味無味無臭ですでトリアルメタンたっぷりのコーヒーは翌日飲むんですねお父さんと。 家族で飲んだりねトリアルメタンたっぷりの紅茶も飲んでますねトリアルメタンたっぷりのお味噌汁家族でみんなで飲んでますねもう元ヒドのはねトリアルメタンたっぷりのミルクを赤ちゃんにあげてるんですね大人の無知は罪と言います ということですねこのこの情報はアメリカでもアメリカ全世界震撼させた情報だったんですけどねアメリカでもヨーロッパでもいろんな雑誌が取り上げたんですよでもこの情報はみんな人間は忘れ去ってしまうんですよね。皆ささんんこののぐらいい情報はは水水道水は沸騰させた方が怖いんだというぐらいの情報はよく分かっておかないといけない時代です。 大丈夫ですかね。ですから山梨に軽井沢とか、ね、山梨遊びに行った時ね富士山の湧き水おいしいおいしいんですよおいしいんですが安全かどうか分かりません昔はおいしいお水が安全だったんですが今は安全な水はおいしいと言えるかもしれませんが完璧においしい水だからといって安全とは言えないですねお分かりですかねじゃあ水道管もいろんな怖いものがありますけれども水道管の一番怖い話をしましょうねアスベストセメント管です この鉛管だったり、鉄管だったりしますけどもね。鉛はもう国が認めてますよね。あの非常に良くないと鉄管は鉄錆ビが臭いがしますよね。で、ね、これまだまだいいですよ。あの僕はここだよと言ってくれますからね。アスベストはね。僕はここだよと言ってくれないんですよね。アスベストセメント管っていうのは全国に非常にまだたくさん残っています。多分、この長野県も多いですよ。なぜかとて言うと19、1974年世界、えー、日本は過去最大のアスベストの輸入量を誇った年です。で完全に。 禁止になったのが2006年ですねこの30年間の間にできた水道管はほとんどアスベストセメント管です。でどういう形でできたかというと水ありますよね水道管の断面図です内側がセメント管です外側を強度を強くするためにアスベストセメント管というのを使っていますね。で30年も経っていますのでこれが水圧で削れているんですね。 でも安心してください東京都に住んでおられる方予算がたくさんありますのでアスベストセメント管どん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 鉄管やステンレス管に変えてくれています。税金高いですけどね ててくれているから安心ですよね東京都の平均が今5%です、えー、アスベストセメント管が全水道管の5%かなり少なくなりましたでもまだ全国平均が20%ぐらい残っているんですね地方に行けば行くほど水道,管水道管は取り替えられていないということですですので美味しいんだけど怖いぞって分かりますかね いつも水道管工事してるんですね、まあ、あの地下を掘り起こして何人かの工事をしてるんですね特に2月3月予算を全部使えみたいな感じでね毎回なんか渋滞だったんですけどね2年前に山梨に引っ越してきてからね一度も水道管工事見たことないんですよ。 ななんんかかかわかりますかねそうなんですねねそうで山梨県はそれでなくても下水処理ができてない地域がありますそっちに予算を持ってかれるわけそっちを優先的になるんです,、ね、ですのでこのアスベストセメント管を取り替えるということに関してはまだまだ遠い先ということになりますでも水道局は「大丈夫ですセメント管がなんですよ皆さん」って言いますよ。 でも、これが水圧でなくなっているという事実は明らかにされていませんし、これも水道局は分かってなかったりします。じゃあ、次のデータ、これで終わりですけれども、一番少ない東京都、ここ、ここ,こ,この、この上を見せていただきますかね。ここです。拡大して、ちっちゃいねって感じですね。一番少ない東京都で、えっ、ー、と、昭和女子大が何万本一リットルにアスベストが入ってるかね。見たんですね。世田谷区百二十二万本、一リットルですよ。大田区五十六万本。 ねえっと渋谷区129万本練馬区114万本江東区180万本一番少ない東京都で1リットル飲むとね100万本のアスベストが体の中に入ってきちゃうっていうね恐れがあるところですね2リットル飲むとね200万本ですよ。いいですかアスベスベトは吸うとと肺がん飲むと胃がん はい終わりですねということでこれらのものを全部取ってしまわないとダメなんです皆さん浄水器皆さんのうちに四十万だろうが五十万だろうが浄水器が付いていたとしてもね本当にこれが完璧にフィルターが汚くなったその瞬間も全部取ってるかということをぜひメーカーに聞いてみていただいたらいいですよねそうするとわかりますね化学物質は蓄積性があるので怖いですでは次行きましょうね今日はいつもより30分少ないですからどんどん行きたいと思いますが次に大事なのがお,お水大丈夫ですよね次に大事なのが タンパク質です。皆さん毎日タンパク質はどのくらい必要ですかね。体重1キロに対して1グラム必要ですね。ね。で子供お子さんはね1.5グラム必要です。でねどんなタンパク質がいいかというと動物性のタンパク質と植物性のタンパク質がありますけれどもこれ1対2の割合で飲む食べるのが一番いいと言われてますね。えっと2週間前の月曜日のねあの夜の番組でえっと清水選手長野 オリリンピックの、ねえー、と金メダリストがいますよね彼の食事を紹介してたんですけどね太ももウエストぐらい太いですよね6 5センチとか言ってね太いんですけどねその筋肉を保つのに動物性のタンパク質はほとんど食べないんですってで食べたとしてもお魚だけで植物性のタンパク質をたくさん食べるんですね筋肉になるということですねで特に特に日本人は動物性のタンパク質をたくさん食べると大変なことになります えとね、病気にならない生き方というドクター慎也さんという方がいますね。彼は大腸がんの権威です大腸がんの手術を何十万例も成功させていながらさらにその病気を再発させない名医でもあるんですね。その方が言ってますけどね、えー、と特に日本人はね動物性のタンパク質をたくさん食べてる人っていうのはこの腸の壁に出っ張りができるんですよこうやってちっちゃいの。これ何かっていうとね誰が休憩するか分かりませんがケイシ出って名前なんですけどね。 よっったた笑笑てもやっと笑いましたね今日ね笑いも取れないぐらいいっぱいしゃべりたいんですけどもそれもやんなきゃいけないと、まあ、いろいろいいですね。はいでしょうでこのね形質に何がたまるかちょっと宿便がたまります。 で普通の腸の壁にたまればねファイバーたくさん食べればいいじゃないですかねかき,かき出しますよねでもちっちゃい穴っていうかねこのちっちゃいところに誰もねこう手を入れることができないんですよねで何十年も経つとここがだんだんただれてきてここから大腸がんが発生してしまうということなんですね欧米人はもともと動物性のタンパク質を食べていましたからこの現象は少ないんです一番怖いのはもともと植物性のタンパク質を食べていた日本人日本人がこの傾向が異常に強いんです 強いんだそうです。ところが安心してください。あのね、今今こうやって出っ張りができている人でも植物性のタンパク質をたくさん食べれば、これがビューって引っ込んでるくることが可能であるとドクター深夜は言ってるんですよね。ですので、どんどん植物性のタンパク質を食べていただきたいと思います。じゃあ、植物性のタンパク質ね。何入れるのか、ちょっと大事ですよね。皆さんね。 あのメインディッシュ例えば唐揚げだとするとね2皿大豆の料理がないといけないってちょっと難しかったりしますけどねじゃあこの大豆ですが、えー、昔はね100%国産でした今は97%が輸入ですね輸入ですよ輸入の大豆ってどうやって輸入されるかっていうとアメリカやオーストラリアから来るんですね船で来るんですけどねあの大豆はあまりにも安いために箱詰めや袋詰めにあまりなっていないんですね小麦粉と同じように貨物船にそのままゴロゴロゴロって入れられてくるんですよね。 でそのゴロゴローって入れられて蓋をしてそのまま日本に持ってくると腐ったり芽が生えたりします仕方なく輸出するときに収穫後の農薬というのをまくんですそれからこれ化学物質ですねポストハーベストと言われるものを上からざっとまいて蓋をすると芽が出ないんですね。 あのこう揺られてきてね全部大豆が吸収して白いくなどこ行っちゃったのってことになって日本で開けることなんですねそれが輸入大豆ですそれにまたたくさんの化学調味料のアミノ酸を入れたりえまあいろんなものを入れてね作られたのが皆さんスーパーで売ってる一番安いお醤油ですね私たち日本人は醤油はほぼ毎日使いますよね蓄積するんですよ皆さんの体にもしますが皆さんの大事なお子さんにもするということです。 わかりですかね。あのね昔はね安くて美味しいものがたくさんあったんですよ。安くて体にいいものいっぱいあったんですけども今は安いものイコール化学物質付けだと思っていただいて間違いはないと思いますね。わかりますかね。じゃあどんな大豆で作られた醤油買ったらいいのって言ったらね国産丸大豆3%です。でもこの3%も いろんなものを入れてねあもちろん無農薬ではありませんからねいろんなものを入れて早めに作られるんですねあれ専門家が言うにはね3年かけて作るのが醤油であると3ヶ月でかけて作る醤油醤油はあれは醤油ではなくて色のついた塩水と呼んでほしいというふうに言ってましたけどね。ってことなんですねじゃあ完全無農薬の大豆はどのぐらいあるかちょっていうとありますでこの大豆で作られた納豆を食べてみたいいと思いますよね毎日子供に食べさせたいと思いますよね。 でもね、ちょっと難しいですねでも毎日食べてる方いるの知ってますかそう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 ですね愛子様とかね眞子さまとかねあの方たちは霧の箱に入ったトマト食べたりしてますからねいちごも霧の箱に入ってますよ。 どうしてって聞かれたこれしょうがないって言うしかないですけどねまあいいでしょうねでも皆さんこの0.02%の非常に希少価値の高い大豆と小麦で作られたお醤油を私たちは簡単に手に入れることができますそれがアムウェイのこのお醤油なんですね日本で1500円ですよね日本で1500円を皆さん安いと思うか高いと思うかなんですよ お分かりですかね安いお醤油を使って将来なんだかわからないことになるよりかは本当にいいお醤油を安心して使いたいと思いませんかねということなんですね逆を返せばねその1本800円のお醤油を平気で買えるぐらいの経済力ぐらいつけないとこれからはダメだということなんですお分かりですよね卵見てもらっても分かりますよね皆さん昔はね庭にいたんです鶏はね朝になると1個卵産んだんですね今のニワトリはどこに住んでるか知ってる 階階建てか4階建ててかのマンンションに住んですねねこれね養鶏場っていうマンションに住んでるんですね養鶏場はねそれで、ね、窓がないのなんでかというと朝を2回も作ることができるからですね外と関係なく朝早くにパチンと電気つけるとね鶏は朝だと思って1個卵を産むんですねほんでまた2時間ぐらいってパチンと消すとねまた寝るんですねしなんかしあの素直なんですけどね鶏はで夕方になってまたパチンと電気つけると「おお朝だ」ってまた 2, 2個目産むんですね でひどいところはね良心的な養鶏場は2個も,もっとすごいとかね3個目も挑戦させられるんですねでもそうすると殻にならなかったりね黄身が黄,黄色くならなかったりするのでいわゆる化学合成物質また餌にいっぱい入れられますね1日1個しかニワトリ産まないのにね3個ですよもうバリバリ労働基準違反してるわけですよね。あの 今笑った人は結構な年ですけどまあいいでしょうね。ということなんですよね。で、えー、そういうニワトリは残念ながら1年で卵を産めなくなるんですね。でも過酷な労働などで病気にな,なっちゃうわけですね。病気ににになならないように餌にたっぷりり抗生物質が入りますで1年後卵を産めなくなって殺されるんですけどねその養鶏場のニワトリの共通点は肝臓が大きいんですね。肝臓肥大です たくさんのものをろ過しないといけないからですねさすがにその肝臓レバーは物あの流通には乗りませんがお肉はなんと乗りますね100グラム100円とか110円とか安,く安い鶏肉は養鶏場出身と思っていただいたらいいと思いますねそういうものを食べているということです ですから皆さんは本当に本当に化学物質のない大事なものを子どもにまだ見ぬ孫に与え,あの与えるじゃないですね、食べさせたかったら経済力はもう絶対なんだということなんですよね。ハムもそうですよもうどんどんしゃべっちゃいますけどねハムだって非常に硬いお肉を柔らかくする薬剤を入れてで柔らかくした後に注射針が800本ぐらい入りますね。 で、他の豚の脂がビューッと入るんですよねあの味をつけるために塩が入りますねそしてペーハー調整剤が入って色が悪くなるから色粉が入りますね美味しくなるために形を見るようアミノ酸が入りますよねプルプルしない時なは増粘多糖類も入ったりしますねとにかく40種類ぐらいの、えー、食品添加物がビューッと入ってよーくもまれてで出来上がったのが皆さんハムです、ね、肉は1 0ロ、ハムになると1 5キロになります。 っていうのが普通に売っているスーパーのハムですよ。安いハムじゃないですよ。普通に売っているスーパーのハムです。ということで、ぜひ私たちは本当に今の時代は化学物質が全く入ってないような食べ物を手に入れて皆さん大事なお子さんたちに食べてあげ、あ食べさせてあげてほしいということなんですね。 とということでじゃあアムの場合お醤油ももいいですよねねねかかりますよ、ね、味噌も分かりまま味噌じゃあ私はあの時におむつにならないためにギュッと細くなった時は何をしたかというともう分かりますよねプロテインですプロテインをなんと1日の体重分を先に口の中に入れたんですね。ということはどういうことかというと皆さんあのプロテインにブあのグリーンのスプーンがついてるの知ってます 知ってますよね。でも初めての方はね、これ言わないといっとかないといけないので、プレーンのプロテインはどこまで掘っても入ってません。<laughs> 大丈夫ですか。これ言わないとね、入ってなかったんですとか言われちゃうので、ベリーか抹茶しか入ってないですよ。でもこれは白いプレーンのプロテインでやってくださいね。やっててかまあこのこれで計算してください。すり切りスプーン1杯で11.5グラムの粉になりますが、9グラムのプロテインが取れます。タンパク質が。 これを何杯食べると皆さん1日分が食べれますかということなんですね私の場合は5杯だったのでこれを騙されたと思って4か月続けましたそしたらねすごいことが起こったんですよ皆さん筋肉がしっかりついたので。 なんとねねねこれはああで言いいいまましょうか筋肉がしっかりついたのでねもうね寝ている時に3か月目まではうんともすんとも言わなかったのに4か月目を超えた時ぐらいからね寝ている間にねウエストが細くなる音がしたんですよどんな音かっていうとねグググググ,グーって音ですよ嘘ですよ嘘ですそんなことあるわけないですね音はしませんが。 音がするぐらいお腹がペタンコになってるんですよねアメのプロテインはね本当にすごいと思いましたけれどもなんですですからねこれぜひ皆さん自分の体重分ですでも先ほどおっしゃった方の体重分あの一回で私ねこれ家を出る前に朝 400cc の水を入れて全部白いプロテイン入れてガシャ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 ガーって飲んでくるんですけどねこの量だからガシャガシャガシャで飲めるんですけどねあの60キロとか70キロの方がね60グラムとかやりますとねガシャガシャガシャって言ったらカパ 止まりますので、2回ぐらいに分けていただいたらいいと思いますが、まあこれは何回に分けていただいても構わないです。でも食べる飲む時間を気をつけてくださいね。まあ、食べるというか飲むっていうかね。夜寝る前に飲むと絶対太ります。あのね、えー、学術的に言えば夜寝る前のプロテインはいいんですが、臨床学的実際の人間の体でやってみると太るんですね。 私たちはアスリートではないですのでちゃんと3度の食事を食べてますからやっぱり夜寝る前は太りますですので一番いいのは一番いいのは、食事の直前お腹いっぱいでいろんなもの食べれなくなりますからね <laughs> いい感じでしょなので3回に分けても4回に分けても構いませんが食べる前にぜひね飲んでいただいたらいいと思いますねそしてこれにパワーフィットサプリメントというのを入れていただけるとさらに効果は倍増ですね特に、 筋肉,し筋肉脂肪筋肉脂肪筋肉脂肪っていうような太り方をしている方いわゆる霜降りの太り方をしている方っていうのは痩せにくいんですよねだけれどもその脂肪のところだけを積極的に、えー、脂肪をね,あのね燃焼させてくれる力が強いのがこのパワーフィットサプリメント強液リノル酸というものですね。ということです分かりですかでこのプロテインをしっかり食べると何が起こるかっていうと体型もグッと変わりますね特に後ろから見,見た感じがね10歳は若くなりますよ。 なんでかと,とね。プロテインっていうのはね。内臓に先に持っていかれるんですよ。余ったら体の表面に来るの？で、余ったら筋肉です。だから今までしっかりプロテインを食べてない方は筋肉が落ちるのは当然で体脂肪が増えていくのは当然ということなんですね。特に女性の方は分かりますよね。 なんと二十歳の時にあそこにあったあの胸は40になるとどうしてあそこまで下がっちゃうんだろうって分かりますかそれはなぜかとというとね胸とお尻は脂肪なんですね。それを支えているのが筋肉です で筋肉がが元に戻るるとグーッと上がるんですねいいですよ男性も後ろから見てグッと上がっていいですよアムの方たちは年齢が分からないまあいいでしょうねということでしっかり筋肉になるまでの量を毎日続けてください特に若い方は早く結果が出ますが4050年齢いっている方はすぐに結果を見ないで半年1年で見ていただくとびっくりするぐらいの結果が出ます。 ですので短い期間ではなくてとにかく脂肪を燃える、えー、代謝を作っていただいたらいいですよねということで大丈夫ですかじゃあ続けていきます今日は時間短いのでどんどん飲どんでどんどんいきますがそして大事なのがビタミンミネラルファイトケミカルですねビタミンミネラルファイトケミカルこれはとっても大事な野菜から取りますね私たちは例えば今の野菜はいこれ人参ですこれほうれ,ほうれんそうじゃない昔の人参 <laughs> いきますね人参って二股って人参あったりしてます で恥ずかしいってニンジマンの知ってる昔ねありましたよね今もうないですけどねこれ昔,あ昔のニンジン今のニンジンですで昔からですよニンジンとかほうれん草っていうのは私たち人間に栄養を運んでくれましたよねで私たちは排泄しますよね簡単に書きますが、うん、で「声だめ」っていうところに食べてたんですよね二十歳のさっきの彼「声だめ」って知ってますかいないかな知ってたらいいですけどね声だめもうないですよね でも昔はここにうんちが貯められて発酵したんですよねでそれはなぜかというとね土に撒いてたからですね土に撒くとね土の中ではねあ,あごちそうが来た嬉しいって待ってくれている微生物がいたんですねで彼らもうんちするんですね簡単に言えばですよそれがビタミンの元やミネラルだったりするわけですね でこれを野菜が吸って私たちが食べてうんちをしてまた微生物が食べて誰も何もしなかったらずーっといい野菜ができたんですねところが残念ながら虫食った野菜を私たちは買わなくなってしまいましたそのために残念ながら農家の方は自分の生活のためにですよこれしょうがなく50年農薬を巻き続けたんですねでこのアブラムシは死にました でも残念ながら微生物も死んだのでコエダがいつの間にかなくなったんですねそして土の栄養がなくなって人参が作れなくなったんですよで土の中の栄養がなくなったのでどうしたらいいかと言ったら化学肥料をまいたんですねわかりますか土は化学物質だらけなんですね それでもできなかったから、人参ができなくなったので、品種改良して、どんどん形の可愛い人参に変わっていったんです。その証拠にですよ、化学物質をたくさんこの人参吸ってますから。最近の人参は、ずーっと置いとくと、皆さんどうなるかわかりますかね。溶けませんか?。溶けますよね。とろとろになって、最後までなくなっちゃうんですよ。昔の人参は、絶対最後までなくなりませんでした。枯れて、しおれて、ごぼうのようになって。 言っただけなんですね人間も仮想すると病気の人は弱い人は骨も何もなくなりますよねでも強い人は骨が残りますよねこれ似てるかどうか分かりませんけれどもとにかくキャベツもそしてレタスもキュウリも全ての野菜が今は溶けますなぜならば化学物質だけ付けだからですよねにもかかわらず私たちは中国産の野菜買ったりしませんかね 中国産の野菜はもっとすごいです中国のブロッコリーはなんとものすごく大きくて綺麗で98円ですよでも国産のブロッコリーは小さいのに230円もしますですよね一番格差があるのは何かというとニンニクですよねニンニク3個で一連のネットに入ってたった98円しかしないのが中国産のニンニクで国産のニンニクはちょっと大ぶりですが350円もします それもたかが調味料にしか使わないニンニクですよでも皆さんはどっちの野菜をカゴに入れてますかってことですよ350円のニンニクを子供のために平気で入れられる経済力を持たないとこれからはダメですよってことなんですよね かかりですかもう食品の裏側なんて本を読むとね本当に食べ物が化学物質漬けになっていることが分かると思います皆さんぜひね未来のためにこっちの人参を食べてくださいでもねこっちの人参でも 50, 分、えっと、50年間でね激減してるってことですよね干し椎茸のビタミン D に関しては100分の1ですよ50年前からなぜかちょっと昔は干したからです今はね乾燥させるだけなんですね 雨の日も雪の日も乾燥室に入れるだけなので紫外線を浴びないために椎茸はビタミン D という物質が作れなくなっているということなんですねですからビタミン D は激減ですがでもね皆さん安心してください総ざらしするって6分の1ぐらいでもね6倍食べない時なんですよ肉じゃが4個のじゃがいもで2個の玉ねぎで1個の人参で4人分作るとしますよね50年前の肉じゃがと同じ量の野菜あの栄養を取ろうと思ったら6倍すればいいでしょ 24個のじゃがいもに12個の玉ねぎに6本の人参僕でも作れません <laughs> ってことなんですよしかもこれ全員で4人で食べないといけないの。4人ですよ。 で子供もたちがねいやもうお母さん食べれないお腹いっぱいダメあなたはアトピーなんだから食べなさいとか言って太るしかないって分かりますかね何のために食べてるかわからなくなるのが今の食事上だということですなのでしょうがないです皆さん皆さんもトリプル X 食べてると思いますがトリプル X はねこんな薬みたいなものとか言う人もいるかもしれませんけど将来のためにぜひにということなんですよねお分かりですかね未来のために今きちんとした栄養を取る必要がありますしかもアムイのトリプル X は 活性酸素の吸収能力2倍でしょでも皆さんビタミンミネラルの量は変わらないんですよだけど2倍ですよどれだけしかもねちっちゃくなったのもうこれ喉に詰まって飲めないとか言う人いますからねそのためちっちゃくなってますよねもうねすごいと思いますけどね私たちは活性酸素で全ての病気の原因が活性酸素なんですね活性酸素は体を病気にしてしまいますよね酸化してしまいますよね活性酸素は 大きく分けると何が大きな私たちの影響をするか活性酸素を作るかっていうとまずはストレスですよねストレスで次が電磁波ですね大きく分けるとこんな感じですかね電磁波、えっとね、詳しくは「活性酸素ブック」というこれ皆さんビジネスやる方もしない方も絶対読んでくださいものすごい情報が入ってますから読んでいただいてその中にも書いてますねスストレででししょょ電磁波でしょそれから化学物質 これがものすごい私たちの体の中で活性酸素を見ますね。四番目が紫外線です。特に怖いのが電磁波ですね。ストレスはね、もうしょうがないですよね。もうあの感じるしかありませんね。仕事。でもできるだけストレスがない生活がいいんですけど、これはちょっと難しいですよね。でもストレスで活性酸素がたくさんなって、酸化してしまった体で病気になっていくのを差し止めるのはファイトケミカルですよ。 わかかりますかねお医者さんでもうストレスだからしょうがないですね休んでなさいこれはかなり古い考え方のお医者さんですがストレスだからきちんとした栄養を特に野菜の栄養をたくさんとって休養してくださいこれだったら大丈夫ですでも残念ながら化学物質の野菜を食べるとこれが入ってきますから何のために食べてるのか分からなくなるってことはありますけどもねわかりますかじゃあこの電磁波次いきましょうかね電磁波は携帯では耳に当てた瞬間にものすごい勢いできますよね。 2時間携帯電話喋ってると頭が痛くなりますがこうやって喋ってください無理だって話ですが線か、まあ、なんか入れたら,たらですよ、ね、電子レンジもテレビもいろんな電化製品は電,子電池がついてますけどねできれば電子レンジ使わないでいただきたいですが電子レンジ使うんだったらばボタンを押したら逃げる分かりました 2m ぐらい離れれば大丈夫ですできたかしらなんて覗いたら絶対ダメですよ でテレビもすごい電磁波ですけども目の前で見たらだめですが2メートルぐらい離していただいたらいいですねパソコンなんかもアムエライブドットコムなんて見てるともう23時間すぐ過ぎてしまいますよねパチャパチャパチャってやりながら見ますけどもギューッと2メートルぐらい離ればいいんですが無理ですからこう近くで寄っていただくしかないんですけどもそういう時は ここに置くんですよファイトプラスチュアブルあファイトプラスでもいいですねファイトプラスチュアブルでもいいですねファイトケミカルの塊のファイトプラス1個ずつ食べながらやれば大丈夫ですね酸化した体は元に戻してくれますねあるいは目が使えますからねアイブレンドビルベリー A が出ますよねこれも置いていただいてでファイトケミカルとえ相乗効果がすごい高級点を置いていただいたりね3つ置きながらこうなんかこう柿の種食べれるかのようにやって,やっていただくとねいいですよ。 ビジネスしなながら健康になるこれこんな感じですね。ということで電磁波ですよねあとね送電線の半径5 0ル以内に住んでおられるかとそうでないかとの発がん率が8倍違いますこれ日本のデータです。けど、ですね。なんとリンパのがんはね20倍20倍ですよ。それはそうですね365日電磁波をずっと24時間浴びてる人とそうでない人は違うわけですよねこれ分かりますか もう早く引っ越し考えないとねあと地方にフォローに行く方飛行機ならいいですが新幹線で行ったら高電圧ずーっとその下通ってますからねもうね東京から広島ぐらいまで乗って寝ているのにね乗ってたらねぐったりするんですよねこれ電磁波だから活性酸素ですよねじゃあ次の化学物質いきましょうかね化学物質は、えー、っと薬を飲んでも化学物質体に入れますよ新薬と言われますね 新薬薬というののは化学分解で作られた薬のことです、ね、じゃ漢方薬がいいかというと漢方薬も土壌のものすごいその農薬を吸い上げてそれを煎じてますからね分かりますかね。アウェイのニュートリションが何がすごいかってやっぱここだと思いますけどね。 本当に100で水の管理なんて地球の外からやってるってまあこれはニュートラルライトストーリーよく読んでくださいで最後紫外線ですけどねこの紫外線はえっと昔の子供が浴びる紫外線と今の皆さん皆さん今の子供が浴びる紫外線運転の差で違いますからね子供は疲れる生き物ではないですが疲れてますですからアムエはファイトプラスチュアブルというのを出してますよねということなんですねももう子供にもとにとかく色の濃い野菜を ですすファイトケミカルですでも色の濃い野菜は中国産ではだめですし農薬バリバリではだめだということなんですよね。<laughs> なんか喉ねはいじゃあ最後になりましたが大丈夫ですかトリプル x もしっかりとスタンディングを出してプロテインもしっかりスタンディングを出して時間がないので細かくしゃべりませんがアムウェイのこの奥ゆかしいアムウェイが最低でもこれだけ取ってくださいっていうスタンディングは4つあるの知ってますかねカタログに載ってますよね トリプルエックスプロテイン、ファイトプラス、高級店です。子供は高級店いらないです。でも子供でもこの3つ、ファイトプラスまでは毎月ちゃんとスタンディングオーダーしていただけるぐらいぜひ皆さん飲んでいった食べていただいたらいいんじゃないかと思うんですね。じゃあ最後、最後ですね、行きますね。最後、栄養もしっかりですね、はい取っていただいてじゃあ最後は空気の話をして終わりにしたいと思いますが2020年に、2020年です。 今から何年後、まあ、ちょっと近い将来ですね WHO のある研究チームです研究チームですねある研究チームが、えー、っと2020年の段階での先進諸国の死因を予想したんですね今と同じがん脳卒中心筋梗塞は非常に上位をいくんですがそれと並ぶぐらい上位,が行くの上位にいくのが菌ウイルスサーズ菌のようなものでこれはエイズも含みます。 サーズ菌のようなもので、死ぬ方が非常に多くなると予想しました。で、それと同じぐらい、また、お、たくさんの方が亡くなるのが。C. O. P. D. です。これは肺気腫という病気ですね。今はアスベストを吸って。肺気腫になる方、たくさんいますね。これを含む病気が C. O. P. D. という病気ですが。これ非常に多くなるだろうと予想しているんですね。じゃあ、これ、これから書くのはですよ。私たち人間が。 健康を保つためのの自律神経系の働きなんですね。寝ている間に心臓がきちんと動いているのもこの自律神経が働いているからなんですが自律神経の歯車これ病院の先生の集まりの勉強会に行って教えてもらったことですが真ん中のん自律神経の,この歯車を神経系と言いますね。でこちらが隣接している歯車のことを免疫系と言います。でこちら側は、 内分泌系ですね内分泌を司っているところですねで、これがきれいにきちんと回っていれば私たちはずっと健康でいられますところが化学物質というのはコンペイトのような形をしてギザギザしていると思ってくださいこれが体に入ってきます食べ物からも水からも空気からも入ってきますそしてこのコンペイトがこの歯車をギギ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 ギという形でね あのきしんできしんでいくんですねこの,あの歯車がそうすると免疫系のこちら側がきしむとどんな病気になるかというとアトピーですねアトピーは別名免疫代謝不全と言いますひどいアトピーの方はゾウのような皮膚をしてますけれども代謝が不全になるんですね新しい皮膚ができにくいってことですね。で大体ひどいアトピーの方はひどいアレルギーになります。 ね、ひどいアレルギーの方ってのはどういうことかというと健康な人が有効なものをこれは体にとって危険というふうに見なしてしまう免疫力が狂う病気ですね例えば果物それから小麦粉それから大豆卵そば、えー、粉さば、まあ、いろんな特殊なものエビ いろんなもものがありますけどもねその物質は人間の体にとって原料になれば有効になるにもかかわらずアレルギーを持っている人が口に入れると喉がガーッと腫れてきて呼吸困難でショック状態になったりするんですねそうなると注射をしたり薬を飲むしかないんですがそれがひどいアレルギーですねこのアレルギーアトピーっていうのは免疫系が狂った証拠です普通のものだな大丈夫なものを敵と見なしてしまうということですねある,かるある意味花粉,症でも花粉症もそうですよ皆さん 皆さん健康な方が花粉が鼻に入ってくるとね何になるか知ってる中してますか実は鼻のゴミですね人差し指でほじってピュッて終わりところがところがですよ不健康な方は原料不足で鼻の粘膜の原料タンパク質が不足だったりねこういう化学物質の影響で入ってきくるとあこれはウイルスだと間違えて戦っちゃうんですよね。 戦った死骸が青っぱなや痰やメヤになのに戦いがいのない戦ってはいけない戦ってもしょうがない相手と戦う過温と戦うことによってウイルスと間違ってるだけなんですけど戦うことによって鼻水は水みたいのがタラーと出て終わりですねっていうことなんですねこういうのアレルギーと言いますねいわゆる免疫系が狂ってますでもう一つ免疫力が低下しているの人たちのことを感染症と言いますね 昔はは発熱すするようなな菌ででかったんですリンゴ病にしてもそれからヘルパンギーナにしても何でもそうですが特にお子さん大人の方ねリンゴ病で発病する人も出てきたからもうこれは大変だなと思いますけどね、えー、ウイルスが蔓延しない夏ですよ湿気がある夏冬は蔓延しますけど湿気がある夏はとにかくウイルスはあの潜むんですね。ねなのにもかかわらず夏風邪ずっと夏中ひいている子が多いです。 歳歳から5歳ぐらいまででが多いんですね梅雨に入った途端に「ノロウイルス」にやられたりするんですよ。で治りがけに「ロタウイルス」を病院に行ったためにもらってきちゃったりするんですね。もう病院ななんか行か行いってお母さんは言うんですね。そしてノロウイルスがもう治ったかなと思ったら今度はヘルパーのプール熱気にやられたりするんですよ。プールも行ってないんですよ。 プール熱菌治ったなと思ったらヘルパンギーナ菌治ったと思ったらリンゴ病菌治ったと思ったら手足口病菌治ったと思ったら川崎病菌もういろんな菌があるんですね昔は発熱しなかった菌も今は発熱しています菌が強くなったのか子供が弱くなったのか分かりません昔の子はね鼻で免疫あの、ね、止めてたんですね風邪菌をだから青っっな戦った青っっながいつも出てたんですね今の子は青っっなが出る前に中耳炎になったりします 弱いですよねということでねでも何が良くないかというとこういう人たちが一番最初に犠牲になります O157 にしてもサウジにしても死ぬ人と死なない人といたんですね お分かりですよね皆さんの大事なお子さん大事な方たちがこんな状態だったら最初に死んだら大変なことになるわけですよねでねがんだったらば余命4ヶ月余命6ヶ月と言われれば何とか残ってる私たちが手の施しようがあるじゃないですか何か思い残すことがないように看病もしてあげたり治療もしてあげられる期間が6ヶ月ですよねだけど金ウイルスはどうか知ってますか 皆さんの大事なお子さんがサーズきにやられたとしますよね隔離されるんですよ手も握ってやれないんですね集中使用室に入ってずっとうなされてるだけなんですね大体いい1週間目の朝が10日目の朝なくなるんです私たちが何もしないうちにですよ これが菌ウイルスでなくなる実態だということなんですよね今からなんとかできるんですねこの化学物質を阻止すればですよじゃあこちら側の内分泌が狂い出すと何かというと甲甲状状腺腺のの病気にになりますす最近若いい女性の甲状腺異常が異常が多いですねそしてなんとホルモンバランスいわゆる内分泌系というのはホルモンですからなんと子供を産んでもいないのに 子宮内膜症や子,子宮筋腫になる独身の女性が異常に多いです内分泌が狂い出したりしますよねそして高年期に起こるのが高年期障害なのに子供を産んでない30代女性の方が若年性の高年期障害なんて病名がつけられたりするような時代ですお分かりですねこれ内分泌も狂い始めているということなんですねでこれを一般に自律神経失調症というということなんですよねでこの2つが 狂い出すとシックハウス症候群になったりしてもう今の皆さんのお家では暮らすことができなくなりますね田舎の山奥の方に暮らさないといけないということになったりしますじゃあこの化学物質はですよこんな危険のある化学物質は何にいっぱい入っているかというと水に入ってますよねそれしとして先ほども言いました食べ物に入ってますで空気にも入ってますでもどの影響を一番受けるかって言ったらね空気の影響を一番受けるんですねなぜならば食べ物は日に三回しか食べませんので裏を返すと 食べなくても生きていける時間が長いんですね5週間ありますでも水はもっと飲まないと食べ物よりもあの短いですね飲まないで生きていけるのが5日間ですね空気は何日吸わないで生きていけますかね、5分でしょ5分吸わなかったら脳死になりますよねということはいつもいつもいつも,いつも いいつも吸っているどの化学物質を吸っている方空気の化学物質が一番影響力があるということをよく分かっていただきたいと思うんですよね空気清浄機はね贅沢品ではないですしあるいは空気清浄機は花粉の人のためのものではありませんもちろん今売っている市販で売っている空気清浄機は花粉しか取れませんから花粉対応だと思,い思ってくださいでもアムエの空気清浄機はねこんなちっちゃいウイルスまでどのぐらいちっちゃいかっていうとねウイルスと花粉を大きくするとねウイルスは髪の毛と 同じぐぐららいいの太さでですすよ花粉は、ね、1メートルぐらいですね分かりますか取れるレベルが全然違います化学物質もね化学物質の揮発性のあるあのこう蒸発してしまうような揮発物質のものはね空気清浄機にくっついたとしても出てしまうんですよねそれがなんとホルムラーレルギー体を70%カットするというようなことが発表されたりねとにかくすごいですアムの空気清浄機は化学物質までしっかり取ってくれるんですがもっと怖い情報があります。私たちのお家はですよ 新築だったらね壁も天井も床も全部化学物質だらけですよねフローリングは接着剤ですよね床下からはなんとシロアリが死んでしまうようなシロアリ駆除剤が10年間も揮発し続けているんです。 シロアリがかじったら、古典って死ぬようなものですよ。それが揮発して、床上五十センチぐらいに、非常に濃い濃度で、いつもいつも揮発してます。私たち大人は歩いてますから、歩いてても一メートル五十ですよね。感じないんですね。椅子に座ったら一メートル、全然感じません。正座しても七十センチですね。でも、その新築の、いわゆるシロアリ駆除剤の揮発したものは。子供には直撃してるってことなんですね。でね、大人と子供の体重一キロに対しての空気の影響力は。大人の四倍なんです。子供は。 体重1キロに対してのの空気の影響力ですですから皆さんが空気が何か悪くて気持ち悪いねと思った時はもう大体子どもは気持ち悪いと思ってください。 ってことなんですねなんですじゃあ皆さんうちは新築じゃないわよってお家あるかもしれませんでもね電化製品は10年で取り替えますよね新しい電化製品の中に大変なことが分かった記事がここに載っていますこれは何かというと京都大学の調べなんですが全国の平均的なお家の中にほこりに猛毒が潜んでいるところが分かったんですね周期性のダイオキシンや有機鈴ですね,有機スズですねこれが何かというとねいわゆる いわゆるねテレビとかパソコンとか冷蔵庫とかいろんなオーディオセットとかね新しいものが来ますよね中の機材は化学物質で処理されていますそこの後ろに穴が開いてますがそこからほこりが入るんですねでそのほこりがその機材のいわゆる化学物質をほこりに吸い込んで大きくなったほこりはまた部屋に戻りますで揮発しにくいんですねほこりがつかむと。 でも皆さんのお家が全部窓を開けて風速40メートルぐらいの風が30分吹けば全部飛んできますよ。 でもね皆さん「そよ風いい風ね」っていうぐらいで埃はねね飛んんででいいかないんですよ、ね、アムウェイの掃除機を使ってるお家だったらまだその埃は取れますが違う掃除機だったら絶対無理だということなんですよ。そしてお子さんがバタバタバタってやってる時はもう天井までまん延ブワーっとしてますが、ね、寝静まるとずーっと下に落ちてくるんです床上1メートルぐらいにものすごい濃い化学物の埃が蔓延するということなんですよね。寝ているにに皆さんぜひ未来のために お子さんの寝ている部屋には必ず空気清浄機を置いてあげてほしいと思いますご主人が大事ならご主人の部屋もですよ大事じゃなければいいですけどねまあいいでしょうね <laughs> とにかく寝ている一番呼吸が深いと肺から入っていきやすいということなんですねお分かりですかねじゃあ次にあの呼吸あのじゃあ窓を開けましょう皆さん窓を開けてこ空気を入れ替えようと思ってもねわかりますか畑の中の一軒家じゃ怖いってことですよでも皆さんのうちは畑の中の一軒家じゃないですよね でも開けると何が見えますかアスファルトが見えませんかね昔はね土ぼこりというほこりが入ってきたんですが今はアスファルトぼこりという化学物質が入ってくるんですねほこりも化学物質です幹線道路のそばなんていったらねタイヤの摩耗したものもほこりとして入ってきますよお分かりですかね都会の中に住んでたら空気はもうきれいなところはないんですねそしてじゃあ田舎畑の中の雪はもっと怖いですね果物畑の中の雪はもっと怖いですよね 田んぼの中の意見はもっと怖いですよねうちはね田舎なんですゴルフ場ありますがもっと怖いってことですよお分かりですかこれが空気の実態ですでもう一個もう終わってしまいますがこれだけ言わせていただきたいと思いますが皆さん次に肺の中に化学物質が入ってくる時間帯っていつかというとねお風呂なんですね リラックスしてますから呼吸が深いんですね。で、お風呂ではね、塩素が使われてますよね。皆さん、ダイオキシンという枯葉剤はいつ作られたかっていうと、えっとアメリカがベトナムに勝つために作られた化学兵器です。殺人のための化学兵器ですよ。ですよね。塩素ガスはいつ作られたかっていうとね、ナチスドイツがユダヤ人大量虐殺のために作ったんですね。 分かりですすすかね人を殺たために作ったんですよでよもそれが何千倍に薄まってますから水道では使われていますでも今一番怖いのは塩素だけではなくて塩素にくっついてしまういろんな化学物質で揮発した猛毒ガスがお風呂に蔓延していくっていうことが怖いんですね田舎だったらね窓全開に開ければそのぐらい飛んでいくかもしれませんでも皆さんのうちはもし都会ならこんなちっちゃい換気扇しかついてなかったりしませんかね でねお風呂浄水器使ってない人はね分かりづらいんですけどね山梨の塩素の少ないうちですらですよ上水,水のお湯から減水にレバーを切り替えるとシャーッと流れてくるお湯がねなんとそのお湯の影響で浴室が全部ザ・塩素の空気になるんです。 かかりますかね。敏感な子はね呼吸が苦しくてお母さん長く吐いてられないっていう子がいますこれはのぼせではなくてまさにこの影響を受けてると思って間違いないと思いますね要するにお風呂浄水器もも空気清浄機も贅沢品ななんじゃないんです、ね、このカタグラムを何にも知らないで見ただけだとねお味噌も醤油も高いと思いますよ。 お風呂浄水器なんてビジネスにやってなかったらいらないと思うかもしれませんねでもね違うんですアムエという会社はね皆さん教科書に載ったの知ってますか 京都大学と青山学院大学と中央大学の経済学部の教科書に乗りましたでそこにワントゥーワンマーケティングということで一対一の人間関係で物が物流している優秀な会社ということでトヨタアムウェイアスクルデルが乗りましたでアムウェイのところにはなんとね45年も昔からこのワントゥーワンマーケティングを実践してきたリーダー的存在であって時代が後からついてきた感があるって書いてあるんですよねアムウェイは時代が後からついてくる企業なんですねこのカタログも必ず時代が 後からついてきます皆さんの本当に豊かな未来は何でしょうかもちろん経済的な豊かさは大事だと思いますがもっと大事なのは家族の健康ですよね皆さんの大事なお子さんがですよまだ見ぬお孫さんがこんなことになったら困りますよねわかりますよねですからそのためにこの語るがあると思っていただいたらいいと思います。浄水器は20年前につけていたらねえ そんな水買ってんのって感じだったんですよねでも今は今はですよ20年後さ今は浄水器当たり前ですよね水道水飲まない方が多いですよねでも10年後20年後えっお宅にお風呂浄水器ついてないのって時代がね来るんですね皆さんぜひねぜひそうならないといけないしもう来ないのが一番いいですよもちろん私たちが水をきれいにして空気を大事にしたらきれいになると思いますでもね50年はかかりますどれだけ市民が立ち上がっても日本を変えるためには50年はかかるんですね それよりも皆さんのお子さんや大事な方たちを本当に幸せに導くためにこのカタログがあると思っていただいてまず使ってない方はすぐに使っていただいてで皆さんに唾を飛ばして喋っていただいたらいいと思いますねということで終わりにしたいと思います。長くななりりままししししたたががありがとと、うございましたえっもしかして軽井んの表彰なんで